久保さん、僕も、一段落終わりましたね。終わりです。終わりましたね。とりあえずセールスが。セールス、セールス終わって入学願書をこう提出していただいた方にこれからメール送るんですけど。まあでも、まだ終わってないですよね。僕の場合は、まだ入金これからですから。 とこれから動画撮っていこうかなと思いますけど <laughs> 終わってもまだ終わらないですねで今回の入金の最終チェック最終結末が終わったらまた次のなんかやりますし、まあ、終わらないですね、うん、終わる終わる時っていうのは死んだ時じゃないですかね、うんまあ、今回ね入学願書を出してき出していただいた方でその まあ僕がね、プロモーション中に、その、あの、テッドっていうね、あの、スピーチのね、あの、どうせ無理っていうね、あ,あれ見てくださいっていうね、まあ、動画を撮ったんですけど、まあ、見てくれた人がいて、まあ、どうせ無理っていうね、スピーチがめちゃくちゃいいんですよ。うん。あの、まあ、北海道で、まあ、宇宙の、こう、あの、開発してる会社の、えー 社長さんんがスピーチしてるやつなんですけどこれがもう7年前か8年前にアップロードされたやつなんですけどいまあ、未だに僕たまに見るんですけどうんまあそのスピーチの中でねまあその社長さんがねあの言ってたのはま,あまとを得てるなと思うんですけどどうせ無理お前にはやめお前は無理だよとやめとけよとそんなのっていうふうに言ってくる人がいるじゃないですか。 でその言ってくる人って、やれてないんですよねそう。やれてないし、やってないし、挑戦してないけど、無理だよっていうだから。なんだろうな、食ってないけどね、食べてないけど、まずいからやめとけよっていう,うような、わ、まあ、かりやすく言うならば、その,その,その,ハ,そのハンバーガー、まずいからやめとけよと。ハンバーガー食ってないのに <laughs>、それ、まあの、食ったら死ぬからやめとけよっていうね。 自分食ってないのに <laughs> なんかそんな感じで言われるとどうなのかとそういう風に言ってくる人はほとんどやってないと、うん、でやってないのになぜ分かるんだとおっしゃる通りだなっていう <laughs> 食ってないのになぜお前は分かるんだっていうねなんで食ってないのにお前はまずいって分かるんだっていうそうだ僕はね僕と久保さんに関してはやってきてるんだよ 食ってきましたからねハンバーガー、うん、ハンバーガーうまいよと <laughs>、ね、<laughs> まあ今もやってますしこれからもやるしあいいものはいいって言いますからねうんそうまあほとんどの人がやっぱやってないけどもうんああだこだ言いますねうんそうどうせ無理っていうね 僕は無理じゃないと思いますけどね。うん、まあなんだ100歩譲って100歩譲って一人でね一人で一人で宇宙のロケットを飛ばすことはまあ僕は無理だと思いますそこは <laughs>。まあその宇宙のロケット開発してロケットを飛ばすってなって場合は一人のあ,あれだと無理だと思うんで多くの人の力。 多くの人の協力が僕は必要だと思うんで、多くの人を巻き込めるんだったらそれは可能だと思います。うん。大きなあ、多くの人を巻き込んでこう行けるんだったらそれは可能だと思いますけども、一人は無理ですね。で、僕が、あの、提唱しているネットビジネスは一人でやれって言ってるんで <laughs>、一人でできることですね。自宅にいながら、自宅から一歩も出なくてもできる。うん。それがネットビジネスだと僕は思いますし。 そう久保さんもね、あのーまあ、今回 FX、ね、FX ね塾売りましたけど、背景変わらず、淡々といつも通りに、<laughs> いつもの場所から、いつもの定位置から、あの淡々と、あのー、販売をすると。でも売れてるみたいですかね、まあ、ちゃ着金までもいってるとは言ってましたけど、1人です、久保さん。ね多分従業員いないだろうし、アルバイトいないだろうし。 一人でやって、FX も一人でやって、一人で買って、その方法を一人で売って、一人でサポートしてっていう。まあ、一人でできることと一人でできないことはもちろんあると思いますけども、一人でやるんだったら一人でできることをやった方がいいですし、僕は一人でやってきてますから、まあ、できるよと思いますけどね。 まあ食わず嫌いはね、僕は良くないと思うんですよね。うん。食わないのに嫌いっていうのはどうなのかなっていう。まあ人それぞれはね、しょうがないですけどね。ただ、ただ僕は思います。食わないのに嫌い。どういうことと。<laughs> やってないのに無理っていうのはどういうことと。で、やったけど無理。じゃあそのやったけど無理もどれぐらいやったんですかっていう。 やったけども無理もありますからね。でもそれはどれだけやったんですかっていう。100歩譲って、100歩譲って、久保さんと僕ほどやったんですかと。久保さんと僕ほどやって無理だったら、それは、また話はちょっとね、あの、同じ投票に入ってくると思いますけど、そもそも同じ投票に入んないんで、久保さんと僕ぐらいやって、多分結果が出ませんっていうことは僕は考えられないので、稼げませんっていうようなね。うん やったことがないのに無理。ちょっとや、まあ僕から、僕と久保さんのレベルから見ると、ちょっとやって無理って思う人はどうなのかなって感じですね、うん。やっぱその程度なのかなっていう。まあそれは無理と思うんだったら無理でしょうね。うん。でも、お金は必要ですからね、生きていく上で。稼がないと、うん。そこで諦めてね、無理だと思っても。 うん、人生をね終わらすっていうことをしない限りお金がかかりますから、うん、また悩んでまたどうしようかみたいな感じでまたいろいろな情報を探してみたいな、まあ、繰り返すでしょうね、うん、いってらっしゃい